まず最初にですね、本日メインテーマになっている、資材の確認を行いたいと思います。モックアップの確認の最初の項目は、一般トイレとアクセシブルトイレです。この2点はですね、設計時のワークショップにおいて、確認していただいた内容で図面を上げておりまして、それではあの扉とこの扉2つがアクセシブルトイレのモックアップになります。近くに GV スタッフが今、ご意見をいただければと思います。今ボタンが推薦ボタンと非常呼び出しボタンとボタンが全部水平のつらいになってるじゃないですか。そうすると視覚障害者が間違ってそのウォシュレットのボタンを押してしまう可能性が強い。開いてる時は青で、閉まってる時は逆に赤色で、突き出すような、事例が実は高速道路の、サービスエリアにあるらしくですね、そういったところを調査して、他に可能性がないのかというところを、見極めてもらいたいというご意見をいただきました。車椅子で入れないとあのベッドはやっぱり使えないので、ベビーシェアでクッションがあるものも出ているので、それも含めて検討していただければと思います。そういう使い分けも踏まえてもやはりよろしくないというような感じだったでしょうか。床に近い側のボタンを今の位置がいいのか、これは後でもう一度皆さんの